こんにちは、原町接骨院久松です。今回は超簡単お手軽首こり解消法ということでお話しいたします。首こり解消するにはね、私いつも言ってきたのはこの前腕の内側と胸のストレッチを使うのがいいと言いました。あとはこの胸鎖乳突筋を伸ばしていく方法なんですけども、それとは別にめちゃくちゃお手軽にできる方法がありますので、今回はその方法をご紹介いたします。筋肉って、その前に説明すると、伸ばしていくだけじゃなくて力を入れて緩めるっていうのをやると筋肉って柔らかくなる性質があるんですよ。今回はその性質を利用した方法になります。どのようにやるか。手を頭の後ろで組みます。この状態で手を前、それに抵抗して頭を後ろ。まあそんな強い力ではなくてもいいです。ちょっと力入るかなぐらいでいいです。これを3秒やります。3秒力入れます。そしたら5秒リラックス。これを3回から5回やります。これで力入れて3秒、リラックス5秒を3ラウンド。では、一緒にやってみましょう。手を首の後ろで組みます。そして3秒間力を入れます。1、2、3、はい、リラックス。1、2、3、4、5、はい、2回目いきます。はい、いきます。1、2、3、はい、リラックス。1、2、3、4、5、はい、3回目いきます。1、2、3、はい、リラックス。これをやることにより首回りのコリが取れていきます。これを朝昼晩1日3回やってみてください。この方法めちゃくちゃ簡単だし、壁がなくてもできますから、すごくお手軽な方法。ただね、手を押さえて抵抗かけるというだけの方法ですから、簡単なのでぜひやってみましょう。またこれ座ってる状態じゃなくても、もうお布団の中で仰向けで寝てる状態でやってもいいです。ということで、寝転がってもできる簡単首こり解消法、ぜひぜひやってみてください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。